皆さんこんにちは。あなたの本当の声を引き出すボイスコーチひろよです。というわけで前回に引き続きジャズの歌を歌う時にもうちょっとかっこよく歌いたいんですけどというねお話についての2話目です、前回はなんでうまく歌えないのかとかなんでジャズが歌いたくなっちゃうのかっていう心理についてね、まあ、一般論みたいなことについてお話ししたんですけれども今日はですねもうちょっと一味かっこよくあなた風に歌えるようなお話をしていこうと思います。ただこのお話実はもう全くの入門者とか初心者の方にはちょっと難しいかもしれません、聞いといていただいて将来に役立てていただくのもいいんですけど、中級とか自分のこと中級ってよくわかんないんですけど、そういうようなふうに感じられている方にはおすすめしたいなと思います。はい、では今日取り上げるもう本当にジャズを歌おうと思ったらこの曲を歌ってからっていう感じです。特に日本人の方はなぜかこの曲が大好きという Fly Me to the Moon という曲ね。この曲も皆さんご存知だと思うんですけれどこの曲をちょいかっこよく仕上げていこうかなと思います。Fly Me to the Moon はやはりミュージカルの曲でもともと4分の3の曲でした。だからどうなっていたかってズンチャッチャズンチャッチャみたいなこんなリズムだから Fly me to the moon or let me play among the stars ちょっと早いけどこんなズンチャッチャの音楽でした。でもすごいコードとメロディーが綺麗なんですよね、ご存知だと思うんですけどすごい綺麗なのでジャズミュージシャンたちって、綺麗なハーモニーをすごい欲しているのでこれはいいと言ってこぞって取り上げてですね、ジャズはもちろん4分の3の曲もあるけど、4ビート4分の4でやるのがすごくこうやりやすいので、4分の4に変えて、こうやってます。だから実はちょっと間延びしてるズンチャッチャに Fly me to the moon ってこう乗ってたのをですね、間延びして一拍増やしてるんです一小節にね。だからちょい間延びしてるのでちょっとこう面白いメロディーにもなるわけなんメロディーというかリズムにね、メロディーラインは変わらないけどリズムにもなるわけですね。でこの1話目にも話したようにすでに皆さん聴こうと思った時にはいろんな歌い方をしている人たちを聴くのでどれが正解なのかっていうのは非常に分かりにくいと思います。でジャズに、ある意味正解ってないんですけど例えば今ここに本があるんですね、本によってもちょっとふわりって違っているかもリズム割りって違っているかなとも思うんですけど、一応ねジャズのメロディーの音程とふわりが書いたものがあるので、これをちょっと参考にしながらこれをいかに崩してちょっとこうテイストを加えていくかということについてやっていきたいと思います。でここそうですねちょっと弾いてみますね。こういう感じで4拍子ですよ。1,2,3,4 って書いてあるんですけど私だとこうピアノで弾くと余計に間抜けトンとトントントンみたいな感じでむちゃくちゃ間抜けに聞こえるので譜面通り歌ったことがないんですけれどそれをねちょっと譜面通りな感じで今弾いたピアノと同じような感じで歌ってみたいと思います。 1,2,3,4 Fly me to the moon and let me play among the stars Let me seeちょっと微妙にふわりが違ってたみたいな気がする。でもこんな感じこれでもさちょっととか思いません？これで悪くないんですけどでもこうやって歌ってる人もいるかな。で、解決方法をね2つお伝えしたいと思います。まず英語のリズムからアプローチする。これ私ちょっと得意なんですけど英語のリズム日本語にも日本語のリズムがありますね。で歌になった時は完全に日本語のリズムを、やってないことが多いです。歌の方のリズムとかメロディーの方を重視するから。で英語の場合も
あったりします。あ、でも英語の場合はね、英語のリズムを崩さないパターンも多いけどね。でもジャズ今の崩れてますけど完全になので英語のリズムを利用してこの書かれているリズムを変化させていくっていうことをね、そんなに難しくないから、とかそんな英語のリズムなんか分かんないとか思うかもしれないですけど、そんなに難しくないです、それについて聞きたい方はちょっと私にお問い合わせくださいね。本格的に聞きたい方はね、でまあちょっと今日のところはですね、まあ、すごい簡単にね、 fly ってとこね、 fly me to the moon の fly、 ここも fly って口を開けられるので、まあ、長く伸ばすことができる。 me もまあ、me は短くても長くてもいけますね。で、to the って次になるんですけど、もちろん the という音も長くもいくんですけど、基本的に the って漢詞ですけど、あんまり重要でない音でもあるね、意味的にも。なので、the をあまり伸ばさずに to を伸ばした方が英語のリズムっぽい。だからここのとこで言うと fly me to the moon みたいなリズムが英語っぽい。Fly me to the moon ですね。To the moon。この踏めたったら To the moon ってなってるけど、Fly me to the moon ですね。このリズムに乗っけてみる。で、次ですね。Let me って伸ばしてるんですけど、喋ってる時に Let me、例えば Let me play ってね、ここの Let me play ね。Let me play っていう時にですね、Let me、Let me、Let の音は短いです。Let me みたいなことはない。Let me って感じになるので、ここのところだと、Let me というのは、Let me になります。で、And の音も短い。And let me、And let me って感じですね。そう、こういうリズムにね。英語の元々のリズムに変わる感じ。で、Play は、まあ、Fly と韻を踏んでるところもあると思うので、まあ、伸ばしてもいいですね。で、次の Among、The stars なんですけど、the は、まあ、さっきと同じ、to the moon の the と同じようにですね、弱く短くていいんですけど、among から the に行くのは非常に難しいんですよ。among the ってあのね、すごく難しいし、あんまり歌としての英語の音が綺麗でないので、ここでは among the stars。The を stars の方に近づけて短めにして among はしっかり言い終えてから the stars と言ってみましょうか。 among the stars、 among the stars ですね。はい、 OK ですか。そうすると後半の方 and let me play among the stars というリズムになります。やってみますよ。 fly me to the moon and let me playAmong the stars。 で、これをリズム、これをメロディーに乗せてみると Fly me to the moon and let me play among the stars という感じです。どうですか。喋ってるのに近いリズムになりましたよね。はい。で、これ今なんかちょっとピアノが歌のリズムに合わせて伴奏してんじゃないのって思ったかもしれないので、ここでちょっとねカラオケ君に登場してもらってですね、これでいったいと思います。という感じ。これがさっき英語のリズム、もともとの原型のリズムに近い感じの、リズムで歌った感じです。なんかちょっとこうよく語るように歌うとかいう言い方があると思うんですけど、ぽくなってません？ぽくなりましたね。はい。ここの時のポイントはですね、まあいろんなポイントがあるから今日は全然全部話せませんよ。っていうかここだけで全部話せるわけがないんですけど、まあ、まず the は短めにするって感じね。the moon とか the stars とかする。それから、伸ばせる fly とか play とか口を開けられる音なので、まあ、伸ばしていいじゃんみたいな感じ。それから among は難しいので急がず among the という感じにせず、妙な強調が the に強調が出ちゃうので among the stars という感じでね、 among the stars みたいに、やってみるというのが OK で、これが一つ目で、二つ目はですね、これは作為的にリズムを変える。ここ結構上級です。
例えばこの譜面もそうなんですけど、普通の場合は1、2、3、4、fly って出ますよね。頭の fly、 これを作為的に1拍目お休みで2拍目から1、2、3、4、1、fly というふうに出ます。ちょっと先までやってみますよ。1、2、3、4、1、fly me to the moon っていう感じです。どうですか？ fly me to the moon、 これだけでもね、ものすごいなんかふっと動く、 fly me to、 なんかよーこいしょみたいになりますけども、 fly me to the moon and let me play among the stars、 全部後ろに行っちゃったけど、なぜかっていうと stars のところの部分はですね、丸々一小節伸ばすって感じなんで、それ全部ブブブブっと後ろにね押してみました。でこういうふうに作為的にリズムを変える、これをするだけでね、かなりこうなんていうの、ジャズっぽいというか私ジャズっぽくなってくると思います。ただこの作為的にリズムを変えるっていうのは、さっきね、なんで長級、あ、中級とか言ったかっていうと、ちゃんと拍を取れないと、そして書くことができないと、書いてほしいんです。あ、まあ書くことは誰でもできるから、フラって言うんですね。1、2、3、4、フラ、これを書く、書かないとねできないから、ここはお休みとか言って書くんですよ、まず。でそれに従って歌ってみるっていうね、練習をしていくと、その後のところとかも結構楽にできるようになっていくと思います。それはちょっと私どんな感じになるのかってね、全貌をねやってみたいなと思いますので、うまくいくかな。 1,2,3,4、なんだからこれもまあいきますけれども、まあこんな感じでね、最後はなんかイエーイとかってやりましたけど、こういうのも上々に練習していくとできるようになります。まず今日のところはね、リズムを考えるということでね、アプローチしてあなたらしいジャズボーカルを歌えるようになってください。それではまた。あ、そうだ、気に入っていただけた方はぜひとも YouTube 登録をお願いします。そしてメルマガやってます。歌の話だけではなくて声ね、やっぱり声重要です。喋る時にも気持ちよく喋れないとね、ということで声の話やスーパーな教材とかのお話とか、いろんなお話をしています。気になった方はぜひともメルマガ登録お願いします。それではまた。